ンとの小話。リンリンハローパラレール、リンリンパラレールのリンとです。はい、今日はね、せっかくなのでいろいろと今の現状とかをお話ししていこうかなと思います。はい、なので今回は私特に映りません。声だけと思っていただければと思います。はい。で、何を現状をご紹介するかというと、はい、こちら。はい、ということで私のチャンネルですね。はい、チャンネルの方なんですけれども、はい、ドドドン、ドドドン、ドドドンと行きましょう。はい、ということで、はい。現在ですね、私のチャンネル、こう見たらわかりやすいかな？はい。ようやく10万再生達成いたしました！イェイ！はい！ありがとうございます！はい。10万再生に行きまして、最近仮面ライダーの歌ってみただったり、ルーレットで出たもので、こう、料理をするよ、みたいな、YouTuber さんがやられてるような企画。あと、先日ね、千春ちゃんがですね、活動休止という話を、受けまして、その、お話をしている、毎週木曜日やっている、テンションの暴力、などですね、という形でやらせていただいているんですけれども、気がついたら、私、YouTube で動画を投稿し始めてから、おおよそ2年ですね。2010何年。まあ一番いいのは動画管理から一番最古のものを見ましょうか。はい、ということで今日はその最古の動画とかをね、確認しながら、いろいろご紹介できたらなというところでございます。そしてね、皆様に対してちょっと感謝の言葉とかをちょっと述べたいなと思いまして。あ、別に引退するわけじゃないですよ。ただ単に、皆さんに感謝を込めたという形でね、させていただければなと思います。新しい動画でいくと、これが新しい動画ですね。新しい動画は平成仮面ライダーの主題歌を歌ってみたということでね。で、ちょうど平成もね、終わるんで、平成の締めくくりまでいかないにしても、このような形でお話し進めていこうかなと思います。はい、ということで、再生回数じゃない、新しい順じゃない。これ古い順番に見れませんでしたっけ？どっかからね、古い順とか見れたはずなんですけど、見れないですね。古い順で見れないみたいですね。ということで、一気にズズズと進めていきましょう。はい。正直、チャンネル登録者数の、400人突破した時とかの記念としても一緒に出そうかなって考えていたんですけれども、今ですね、実は、ツイッターの方が1900人フォロワーいただきまして、で、なおかつ再生回数が10万回。そして、総再生数ですね。で、そして、後ほど見ていくんですけれども、過去12ヶ月間の動画の再生時間が4000時間を超えて、っていう状態なんですよ。で、しかも動画の総本数が、今ちょうど見えてないですね。はい、521本ございますね。はい、なので、そこまで達していましたので、そのあたりも見ていけたらなっていうところでございました。はい。一番最古の動画はですね、これはちょっと期間が空いてて、これ多分試行錯誤して作った、声を入れていない状態の動画ですね。一番最古の動画で、こちら。2016年、今2019年の、4月5日でございますので、おおよそ一応3年前になるんですね。はい。この時に、1本、そしてこっちで、脳筋装備バトンマスということでね、そちらの方の動画を出していますね。この時は、私、字幕で行っていました。で、再試行ということで、2016年、12月30日、一応ね、これ動画の公開日がこれにはなってるんですけれども、動画を作成して YouTube 再開を始めたのが、一応12月29日とさせていただいております。はい。気がついたら、これで2年経っております。で、チャンネル登録者数はね、なかなか伸び悩んでおりまして、まあ私がね、本当にやりたいこと、好きなことっていうのをかなりメインでやってしまっているので、言い方はあれなんですが、こう動画のニーズとしてね、合うような形の動画というのはなかなか公開できていないのもありますので、おそらくそういうのもね、要因でね、なかなかチャンネル登録者数が伸びないというところだとは思います。はい。でもそれでも私はね、楽しく、こちらの配信だったり動画だったりっていうのをさせていただいてます。気がついたらこの辺も500再生とかいただいてるんですね。
ドレア関係はかなりいろんな方に見ていただいているみたいなので、これからドラゴンクエストのシリーズとしてドレア、もう一度やっていきたいなと思います。で、妖精の姿見っていうのが来たので、ドレスアップで実際に、色をこうつけて着るんじゃなくって、ドレスアップの試行錯誤会みたいなのをやっていこうかなと思います。このスカートを使うんだったらどれ合わせていくといいかなとかっていうのをやっていこうかなと思います。ここで軽く一番最初の動画見てみましょうか。私の恥ずかしいですね。どんな感じかな。どうもミントです。今回の動画はリスタートも兼ねて、今までの動画とは趣向を変えて実際に実況しながらやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。それでは早速、今回の動画は私の趣味でもあるドレスアップを紹介いたします。で、今回はあれですね、しているものをスライドショーで紹介させていただきます。マイクがね、あまりいい環境下ではなかったので、今に比べると音がバサ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 ってなってるのと、緊張してますね。声を出しながら動画を撮ってるっていうのが多分これ初めてだったと思うんですよね。なのでめっちゃ緊張してますね私。なんか懐かしいです。リスタートも兼ねて、みたいな感じですね。いや懐かしいですね。しかもね、この動画面白い、タグついてない、何にも。ここはい。で、ここ、不慣れで聞きづらいと思いますが、よろしくお願いしますって書いてますね。はい。あと、よく噛みます。よく噛みますは、もう、今でも変わらないですね。という感じですね。で、この、2016年の年末から始まり、そうですね。ガチャ動画いっぱい出してますね、この時期ね。はい。今年最後の運試しガチャ動画、これパズドラですね。パズドラは今はやってないですね。これモンストですね。モンストも今やってないですね。デュエルリンクスも、今休止中ですね。スマホゲームってこう、なかなか難しいところでございましてね。はい、ってところですね。あと、アストラティアクイーンコンテストに応募した時のドレスアップを紹介してますね。これはハロウィンクイーンみたいな感じを作ろうと思ってやったやつですね。あとは、明けましておめでとう動画とか。この時は結構1分とか2分とか、まあ長くても5分ぐらいの動画ですかね。まあこの辺のお気に入り動画で10分ってなってるのもありますけど、お気に入り動画ね。お気に入りドレアね。で、この辺がね、ほぼほぼドレスアップですね。ネルゲルのドレア。ここがアテナの。アテナのやつって意外と伸びてるんですね。2000再生とかいただいてます。あと、バルタン星人のドレアしたよとか、ブラックマジシャンガールコスのドレアとか、ファイナルファンタジーの実況やりましたね。プレイステーション4で。ただ、プレイステーション4がですね、今現在手元にない状態になってますので、これはもう多分お蔵入りですね。ファイナルファンタジー、私やったことない状態で始めたんですけどねっていうやつですね。あとは、この辺で王者のドレスアップしたよっていうところですね。この辺はずっとドレスアップ。あとはちょっとカンコレにはまっている時期にカンコレですね。あと生配信をちょっとやってみようかなとか、いろいろ考えてみたりとかしてた時期。あと、さばくのは俺のスタンドだっていうことで、これはあれですね、ジョー太郎コスプレですね。この辺はほぼほぼ毎日動画を上げてますね。1月6日、7日、7日、8日、9日、10日、11、12、13、14、14、15、15。すごいですね。コンスタントに毎日動画を更新するということを頑張っていたみたいですね。やりますね。はい。ですね。ちょっと自分の過去を見ていきましょうか。そうですね。この辺もドレスアップとか、少し遊戯王の動画とか、あとはガンダムウォーズやってましたね。今、ごめんなさい。ちょっとやれてないです。あと、おそ松さんのへそくりウォーズもちょっとやってましたね。はい。あと、ちょっと配信終了になってしまいましたけども、仮面ライダートランセントヒーローズ、やってましたね。ガンダムウォーズ、この辺、料理動画1回目初の料理動画ね、全然再生数いただけてませんが、出してみたりとか、あとは、そうですね、そういうのが多いかもですね。そして、ここであれですね、初音ミクの、雪ミクのイベントに参加してきた時の動画を、その会場レビューと、商品買ってきたものと、あとは弟が買ったものなんですが、フィグマの、
雪ミクですねを買ったよっていうやつが再生結構もらってる状態ですね。ここは結構動画というか撮りに行って頑張りましたね。楽しかったですね。で、この辺だと、そうですね、あと、デュエルリンクス、あとは本当にドレスアップが多いですね。この辺で私が作ったネルゲルのフィギュアとか、あと、リンちゃんのフィギュア。リンちゃんのフィギュアですね、実は YouTube デビューする前ぐらいに作ってました。そのリンちゃんのフィギュアを作ったりだとか、あとはガガガ魔法使いコスモクイーン採用ファンデッキとか、懐かしいですね。作ってましたね、そういうのも。結構ドレスアップ、あとモンストがこの辺でちょこちょこと、ですね、モンストちょこちょこ、あとシャドーバースこの辺でちょこっと頑張ってますね。シャドーバースもそろそろ復帰したいですね。生放送とかではやってないんですけれども、そこそこ動画としてはアップしていたので、そういうところをやっていきたいかなと思います。はい。結構懐かしい動画が多いですね。そんな感じで気がつけば、500本ですね。そして、チャンネルの方なんですけれども、こちらも、今回は公開していこうかなと思うんですが、読み込んで、インターネット読み込みが、収益の受け取りまだ無効なんですけれども、こんな感じですね。過去12ヶ月の再生回数と、チャンネル登録者数ということで、4577時間総再生いただいている状態になります。本当残り、チャンネル登録だけという状態になっているので、よかったらこれを見てくださっている、そこのあなた、チャンネル登録をしてくださればなと思います。はい。では、私の動画管理画面に戻りましょう。で、ですね、今回もう一つお話ししたいことというのは、私、こう、楽しく明るく元気にというのをモットーにさせていただいているんですが、この性格についてというところですね、いろいろとお話をしていきたいなと思っておりまして、先日、ツイッターの方にもね、少しだけ文章を述べさせていただいた状態にはなるんですけれども、私はもともとこんなに明るい人間ではございません。なんて言うんですかね、この性格っていうのは私が二十数年間生きてきて皆様から付与していただいて築き上げられた属性だと思っております。なので例えばご友人だったりとか知っている方だったり、それこそこの YouTube の動画を見てくださっている皆様ですねからいろいろといただきまして、明るいリントが好きだよだったり、元気なリントが好きとか、まあ、リンちゃんテンション高い方がいいよね、みたいなことを言っていただいて、そういうのが合わさって今の性格が出来上がっております。なので、私の考えとしてなんですけれども、私に対して興味がなければ、そういうことって普通言ってこないと思うんですよね。ということは、その方は私に対して興味を持ってくださってるって、すごく思うんですよ。で、私に対して興味を持ってくださってる人を大事にしたいなっていうところなんですね。なので、私に意見をくれる人っていうのは貴重な存在なので、私、努力をすることっていうのは好きではないんですけれども、例えばそういうふうに求められたりをすると、その求められたことをやりたいなっていうことも思いますし、趣味とかでもそうで、例えば、全然興味なくても私に対して進めてきてくれる。これ面白かったよとか、これこういうのあるんだよねっていうのを言ってくれた時に、やっぱりそういうのを、まあ一緒に見ていきたいなっていうところでございます。なのですると、そういう趣味を共有してみたいなっていうのを感じて、一緒にそういうことをやっていったりするですね。なので、まあ、皆さんがね、私に興味を持ってくださって、いろいろ言ってくださるっていうところだと思うので、そういうのは大事にしていきたいなって思っているんですね。で、あと、まあ、ネガティブになってしまうこともあるんですけれども、自分自身。でも、ネガティブになるっていうこともあまり好きではなくって、できれば明るい考えを持っていって、こう、前を向いて歩いていきたいなっていうところをよく考えているので、そういうところをしっかりとやっていきたいなって、持っているんですね。なので私これからの活動に関しても基本的には変わりませんし、これからも楽しく明るくやっていこうかなと思います。なので皆さんで
皆さんから私が笑顔をもらっているように、私も皆さんに元気を与えて、皆さんに笑顔になってもらう、元気になってもらうような活動をこれからもしていきたいと思います。なので、これからも私や私と一緒にコラボをしてくださっている方、それこそ千春ちゃんだったりとか、一緒にラジオをさせていただいている小津ゆうきちゃん、そして、たまに私とコラボをしてくださって、TRPG をやってくださっている川健さんなど、まあ、具体的な名前を出してしまうんですが、そういう方々も、ぜひとも応援していただければなと思いますし、皆さんでこう精力的に一緒に活動できたらなと、これからも考えておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。これからも私ともども、皆様をよろしくお願いいたします。私に関わる方々もね、ぜひぜひ、応援してほしいなと思っておりますので、よろしくお願いします。と、15分ほどの少し長い動画にはなってしまうんですけれども、今回は動画の総本数が500本超えたよ、12ヶ月の総再生数が4000時間超えたよ、そして再生回数が10万回超えたよという記念放送枠とし、記念放送ではないですね、記念として、動画を撮影させていただきました。なのでぜひともこれからも応援お願いいたします。そして本当に残りがね、再生数ではなくチャンネル登録者数という状態になっているので、現在チャンネル登録者数がね、このような状態、あら、なんか増えている、再生回数が、さっきの読み込みの状態と違いますね。はい、これですね。なのでチャンネル登録者数が本当に残り374人で、これからあと626人かな、626人の方の登録者をいただければ、収益化が通るという状態にはなるんですけれども、まあ、収益化だけが目標ではないので、まずはでも収益化をね、目指していきたいなと思いますので、ぜひともこれを見てくださっているそこのあなた、チャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。はい、ということで、以上、リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。